宮崎県の日南市だったと思うんですけど、5000円ふるさと納税しました。それで、内容は豚肉ですね。全部冷凍で来たんですけど、これまだ冷凍しっぱなしです。豚こま 500g。 美味しそうな豚こまですね。で、こっちはもう解凍してあるんですけど、豚バラ焼肉用ってやつですね。厚みがこれくらいです。厚みちょっと知りたかったんですけどね、なかなかあんまり出てこなくて、こんな感じの厚みの豚バラの肉ですね。 300g で、これ取り直しなんでちょっとね、開けちゃってるんですけど、豚ロース 300g、 合計 1.1kg ですね。5000円のふるさと納税で、豚肉だと多分ここら辺が最高レベルになると思います。1キロ、1、1万円のね、ふるさと納税豚肉は結構あるんですけど、なかなかの5000円のがないんですよね。その中だと、やっぱし、ここら辺が、最高クラスかな、ということで、とんかつ、やります。それじゃあですね、下ごしらえしていきましょうか。厚みは結構、ありますね。こう、切っとくと、次に叩くと。それでですね、一つだけちょっと半分にしとこうかなと。よし、じゃあやっていくかな。どうすんだっけな。少ないかな、中力粉。投入しの、ドン。あ、いいんじゃない？2つ入るか。こんなもんだべ。ベーコンとんかつでもやったんですけど、チーズカツチャレンジしてみようかなと思うんですけど、結局ね、諦めました。全部、きれいに魚みたいにね、三枚おろしみたいにしようと思ったんですけど、無理でしたね。この包丁自体は、切れます、めちゃめちゃ。切れ味を紹介する動画作ってないんであれですけど、切れますよ。ちゃんと研いでね、めちゃめちゃ切れるようになったんですけど、これ無理でしたね。ということで、諦めて、ちょろっとね。いやー、これ漏れるな。こんなもんしか入んないわ。全然チーズ感ないんですけど、
だか2枚くらいしかやってないんですけどね、もうこんな色ついちゃいました。いや皆さん、久しぶりのカツですよ。まずは普通のカツですね。狭くてガチャガチャしてるんですけどね、ちょっとこう手がここでぶつかるんでちょっと食べづらいんですけど、いただきますよ。完璧完璧完璧、いただきます。ちなみにこれ残飯じゃないですから、炊いた後しばらく保温状態の大豆麦ご飯なんで、あの残飯じゃないんで。うん、めちゃくちゃ最強にうまいってわけじゃないですけど、見たままうまい、見たままうまいです。うん、やっぱしね、さっきついさっきあのベーコンとんかつ食べたんでね、やばいっすね、ギャップが。歯ごたえ、食って肉食ってるっていう、まあ当たり前なんですけど全然違いますね。完璧ですね、焼き加減完璧。うまくいったと思いますよ。うわ、油がすごい。ハーモニーやば。豚とチーズのハーモニー、ほら。これね、あの途中から切るのって難しいっすよ。やっぱし薄いやつを、まあいいですけど、ということで久しぶりのねとんかつを堪能させていただきました。ありがとうございました。